はいどうも別バザーラ、どうもよっしーです。はいよっしゃよです。のりすけです。西川軍師デッドボール。収集つかんわなんでお前もサングラス、何がのりすけなんですか。のりすけやん。いやいやいや、のりすけですよ。絶対第3でしょいきなり出しちゃう。俺はあれだ、西川口に10月から入ったノリスケです。違うよ、2年前にここを飛んだ第3だアイキャンフライ飛んだ。本当に久保塚もびっくりでしたねでもね、戻ってきましたよ、こうやって。いやいやいや、おかえりなさい。ありがとう、おかえりなさい。で、今回のこの動画何の動画なんですか。日本、日本の将来考えていこうっていうね。じゃあ仮にそうだとしよう。そうだとしよう。だとすればこの格好とこのサングラスが間違ってるよ。ピシッてこい。ピシッてこい。いいじゃないですか。違いますよ。今日は西川口のイベントの PR 動画じゃないですか。それ。え、うぐいす谷で最後ね。そう、最後を迎えてこれまあ1年半、まあ、2年手前ぐらいですよね。何してたんですか。旅に出てました。旅どこ旅に出てたんですか。言うなれば地球だったら今も旅だわ。世界を旅してた。そう、俺より強いやつに会いに行く。いっぱいいるわ。珍獣ハンターですか。まあそれに近い。珍獣ハンターを巡って世界を回ってってゴールがここだった。そうだとすればここにもいっぱい珍獣います。ありがたきー。むしろここが一番いた。ありがたきー。ああ、気づけてよかった。結局ここだった。戻ってくる場所は大事なこと気づかされました。金持ちがやっぱり一番うまかったのは母ちゃんの味噌汁だ。そういう感覚僕のふるさとはデッドボールでしたっていう。何の話やこれ。相変わらずやっぱ変わらないです。俺らはね、第3の電話番を見て育ってますから。もちろん先生みたいなもんです。先生もちろん僕がデッドボールの電話番といったらもう第3って言っても過言じゃないぐらい。アイケルバーガーさんって方がいて、でその方が生理で出勤してたんですよね。お客さんがじゃあアイケルバーガーさん行けるっていう風な連絡があった時に、今日のアイケルバーガーはケチャップいっぱいですよってお客さん怒るだろ。いややべえな。そら「はい、ありがとうございます」っつって予約にしたの。だってケチャップ多めだったらお得やん。それはアイケルバーガーじゃなくてハンバーガーの話だ一緒のようなもんかなって。違う、バーガーだし。 AF いける子いるっていう問い合わせに対して「はい、アナルみたいな顔の子はいっぱいいますよ」実際いたからしょうがない。アナルみたいな顔の子はいっぱいいますよって言った時に事務所が結構凍りついた。ざわついた。だけど篠原代表はめちゃくちゃ笑ってて、気づいたんですけど男らしさが増したような気がするんですよね。これなんかお世辞とかじゃなくて自信にあふれた、あふれまくってる。出てます。あふれ出てるもの。フェロモンが出てる。顔いじったんですか。顔いじってない。これはいじったのは下です。チンコって言えなんかこれ僕らはね、噂では聞いてたんですよ。包茎手術をしたとかしてないとか。チンポの皮を切りました。おおすごい。でもね日本人の7割は火星包茎って言われてますから。言われてますね。皆さんもそうですよね。すっげえ。でも言いますよ。僕は実は小学生の時にやったことがあるんですよ。親がお母さんがフィリピンなんですよ。しかもやってる最中僕包茎手術とは知らずにやったんです。ただお母さんに言われたのがチンチンかっこよくなるから。俺親から言われたことないわ。いろんな教育あるんだな。何歳の時ですか。小4です。確かに小4で10歳の時にこんな最大な決断を迫られた。僕のやつはもう麻酔なしの痛いね。麻酔なし。病院じゃないよそれは。男塾だよそれ。江田島平八さんいた。なんか伸ばしてその先っちょを切るみたいな。西洋のなんか拷問でもまあそれでかっこよくなれたかわかんないですけど。あ、お前かっこよくなってあれな。おいそれ元がちっちゃい注射かなんかで。注射です。仮に注射ブスブスブスですっていうか、いくらかかったんですか。いやめっちゃ気になります。そうでいいよ。で消費税のっかって